クーピーペンシルクーピーペンシルとは、サクラクレパスの登録商標で、芯のみのクレヨンとカラーペンシルの中間のような、存在の特徴を有するプラスチック色鉛筆である。サクラクレパスとフランスの文具メーカー、ベニオールファルジョン社との共同開発で誕生し1973年より、製造を販売されている。すべてが芯でできており、折れにくい、消しやすい、削りやすい。 手につきにくいなどの特徴を持つ。既存の色鉛筆やクレヨンなどと違い、消しゴムで消せる。材料は合成樹脂、ワックス、顔料など、全60色。全製品に削り木と消しゴムが付属。前述の経緯で初期の製品には、メイドインフランスの刻印があった。従来の色鉛筆との違いを強調するためのキャッチフレーズとして、全部が進歩をったテレビ CM で、 一躍有名になった。この他に大人の塗り絵向けの中間色を主体とした製品カラーオンカラーも発売している。また2009年12月にスルッと関西とのタイアップでスルッピーペンシルが2017年10月に阪急電鉄とのタイアップで電車や駅名表などを忠実に再現できる用語色を阪急マルーンなどの特別色に入れ替えた12色セットが 発売された。クーピーは、第136万7387号の1ほか、クーピーペンシルは、第530万2495号ほか、ありがとうございます。